それでは、音読しましょうね。これかな。はい。じゃあ音読していきましょう。まず、この43、ホール43の彼女は元気です。ありがとうから来ますから。日本語、英語、どちらも音読です。一緒に行きます。1、2、3。彼女は元気です。ありがとう。She's good, thanks. 僕の両親へ。To my parents. あなたは私より背が高い。You are taller than me. はい、彼はそうです。Yes, he is. 私の友達と私は誕生日が同じです。My friend and I have the same birthday. そのウェイトレスは忙しくて、あなたのお世話ができなかったのですか？ Was the waitress too busy to help you? ティムはデザートを頼んだ。Tim ordered dessert. ごめん。Tim ordered dessert. ちょっと間違えちゃった。あ、お父さん。Hi, Dad. みんながパンプキンパイ好きです。Everyone likes pumpkin pie. ルークは昇格したばかりです。Luke's just been promoted. お兄さんは家にいますか？ Is your brother at home? 君が新しい都市へ行かされることはないでしょう。You won't be sent to a new city. モールから。From the mall. 昇格するのは並大抵ではないということがわかりますよ。You will find it hard to be promoted. あなたのペットに夕食を作る方法なんてちょっとわからないな。I barely know how to make dinner for your pet. その川ではもう泳げません。You can no longer swim in the river. その公園から。From its park. これ、その公園って書いてある。それのにしましょうかね。それの公園から。なんかおかしいけど。その公園ってそこら辺にある公園って意味じゃなくて、この it's っていうのは、その都市の公園みたいな。その都市のとか、それから、その有名なお城の公園とか、そういう何々のって意味のいつなんです。だから、それの公園からにしましょうか。それの公園から。From its park. 僕は彼より若い。I'm younger than him. 僕の上司が僕の誕生日にランチをご馳走してくれることになっています。いい上司やね。My boss is going to buy me lunch for my birthday. 彼女は彼に間違った料理を持ってきました。She brought him the wrong dish. 彼はすでにそれを手に入れました。He already got it. あなたの同僚の一人が誕生日なんですか？ Is one of your co-workers having a birthday? いえ、私はしません。 No, I don't. 彼の友達から。 From his friend. 誰が誕生日のプレゼントをもらいましたか？ Who got a birthday present?